足柄三月足柄山で章の秘曲を伝授する源満、源義光源義光と、豊原寺明源義光は、平安時代後期の武将。河内源氏の二代目統領である、源頼地の三男。兄に、源義家や源義綱がいる。大見国の白木明神で元服したことから、白木三郎と称した。佐平城、大阪部進、ひたち助。 深い守る、行武将油を歴任。白木前進同佐平城の時、後三年の役で長兄の吉家が、清原武平、家平に苦戦しているとの知らせを受けると、感想して、当家を交太が許されず、漢字元年に漢を辞して、道の区国に向かい、吉家と共に、金沢作で武平、家平と戦った。その戦いの際、武平が降伏しようとして、 吉光に連絡を入れてきた。そして吉光自ら、金沢作内に交渉しに入ろうとしたが吉家に止められ、代わりに老党である藤原木方を使者にやっている。結局は吉家が降伏を拒否して、戦いは継続。金沢作は陥落し、竹平、家平は脱出に失敗して捕獲され、残首合戦は終了した。 慶に帰った義光は、お阪部進に任せられ、日立之助、甲斐守を経て、行部所有、十五以上に至った。戦後、日立国の有力豪族の日立兵士から妻を得て、その勢力を、自らの勢力としていく。過剰元年、遅れて、日立国に進出してきた老いの源の吉国と、争って、合戦に及び、吉国と共に直感を被むる。 同年の義家の没後、その後継者争いから、義家の長男、義地が反乱して討伐され、天人二年、義家の後を継いで、現時の当領となっていた老いの源義忠が、老頭に殺害された。当初源重寂に疑いがかかっていたが、その後県議は老い、源、義秋の奪おっと、藤原紀方に向けられ、木方は、義秋と共にケビー氏と戦い自害し、 その父で義満の兄、義公は東国へ出奔するも、源のため義によって追悼され甲賀山で降伏した。この一連の事件について、尊卑文脈はその黒幕を義満とする。老党の鹿島三郎に命じて、吉忠を暗殺させ、鹿島三郎は、三井寺に逃亡するも義満に組みした弟、海保まれらの手によって、生き埋めにされ殺害されたとされる。 この事件自体は、吉江死後の河内源氏内部の対立があった影響とみられるが、吉光の関与を含め真相は不明である。最後については、大治2年10月20日死去。吉光は、キューバの術に長け、恩律を良くしたという伝説がある。古武道の大統領愛奇従術では、吉光を快祖としている。また、ヤブサメに代表される、キューバ軍令古術である休術。 馬術、霊法の流派である、小笠原流や武田流などは、古の武家の心と形を今に伝えている。そして、武田氏の着流に伝わった建む鎧や、南部氏が今に伝えた、菊一文字の鎧などにもそれは見られる。昭和、豊原時忠から秘曲を学び、明記高丸を得た。後三年の役で、兄、吉家の救援に赴く際。 時忠が大阪山に別れを惜しみ帰らぬので、吉光は名器を失うことを恐れて返し与えた。この話が時忠の弟、地元から秘局を授けられ、地元の子、地秋が足柄峠まで後を追った折に秘局の滅びることを恐れて山中で伝授したという古今著文集の説は生んだ。義光の子孫は平賀市、武田市、佐竹市、小笠原市、南部市、 柳瀬氏と、在地武士として発展した。本家の川内源氏に対しては、吉光家の海源氏が一族内で分裂をせず、頼朝軍に合流したため、影響力を維持した。ただしその勢力の大きさから警戒され、武田信義が失脚、その後一条忠頼が暗殺され、鏡炎光は逆に攻遇されるなど抑圧、分裂策により、ご家人化していった。一方、 日立源氏の佐竹氏は、平家と結んで、源義朝後の東関東に影響力を伸ばしたが、鎌倉幕府成立により所領募集となり、後に欧州合戦に加わって領地は戻るが振るわず、活躍は室町時代に入ってからである。白木三郎義光母所は、滋賀県を移し恩城寺町。義光が元服の儀式を取り行った、白木前進堂の裏手にある。また、 生誕地と思われる川内源氏の本拠地の、河内国石川郡坪井にある川内源氏の氏神の、坪井八幡宮と並ぶ坪井い元,元に、吉光と共に、祖父源来神、父より地下、長慶、吉家、寺兄に綱が祀られている。なお、戒名は、佐竹家の伝承によれば、高志源因伝義光尊領。また、鎌倉の大宝寺にも墓所が残っている。佐々木のり 源義忠の暗殺と、源義光、山形県立米沢女子短期大学企業45号、P19 から29。ありがとうございます。